イサヤの預言。その日、エサイの株から一つの芽が燃えいで、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り、恐れ敬う霊。彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の鞭を持って地を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。狼は子羊と共に宿り、ヒヨは子ヤギと共に伏す。子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく欲しい草を食らう。地の民具は毒蛇の穴に戯れ。幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない。水が海を覆っているように、第一は主を知る知識で満たされる。その日が来れば、エサイの根はすべての民の旗印として立てられ、国々はそれを求めて集う。そのとどまるところは栄光に輝く。神の御言葉。
主は力強く来られ、しもべの目を開かれる。アレルヤ、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 アレルヤ。ルカによる福音。その時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは、父から私に任せられています。父のほかに、子がどういうものであるかを知るものはなく、父がどういう方であるかを知るものは、子と子が示そうと思うもののほかには、誰もいません。それからイエスは弟子たちの方を振り向いて、彼らだけに言われた。あなた方の見ているものを見る目は幸いだ。言っておくが、多くの預言者や王たちは、あなた方が見ているものを見た方が見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きた方が聞けなかったのである。主の御言葉。キリストに賛美。奇跡にこもりて我らの
鳥たち。